眩しい。はい、どうもお疲れ様です。演劇制作隊 V ネット14期ガシのこと東野豊です。そして2期のものです。はい、野田先輩です。はい、どうも。とりあえず野田先輩、はい、あのラビット番長虹の人をお疲れ様です。ありがとうございます。昨日千秋楽で、はい、はい、今日どこに今いるかと言いますと、あの静岡サービスエリアです、はい、実は、まあ、ご存知の方もいらっしゃると思うんですけど、劇団トマト座さんというところで、あのちょっと旅公演の方に参加させていただいておりまして、日本全国、飛び回っている2人でございます。で、野田さんも千秋楽迎えて今日翌日なんですけれど、はい、もうね、旅に出発ということで、今静岡サービスエリアの方来ております。で、なぜこの動画を撮っているかと言いますと、はい、ちょっと宇田川くんがね、宇田川くんも本番だったんで、自己紹介動画がちょっと間に合わないだろうという、またそういうふうに思いまして、またなんか動画撮ろうな、じゃあ代わりに動画を撮ろうかなというふうに思いまして、ちょっとせっかく野田さんと一緒に旅に出てるので、ちょっと静岡サービスエリアでお昼ご飯満喫して来ようかな動画ということにしたいと思います。はい、はい、ということで、お腹減ってますか？減ってます。はい、ということで野田さんもペコペコということで、早速行ってみましょう。あ、カメラ回してくれてるのは劇団トマト座の新井智恵さんです。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。撮影協力トマト座ということで、はい、レッツゴー。ゴー。あ、すごい、いますよ。あ、そう、ドライバーズスポット、おでんとかも見てるんですよね。はい、ラちゃう人ですね。海鮮丼、海鮮丼、野田さん海鮮丼ですか？あー、わかる、めっちゃうまそう。めちゃめちゃうまそう。僕は、ちょっとなんか真似したっていう風に思われるの嫌ですけれど、俺生しらすと釜揚げしらすの食べ比べ丼にしようかな。うまそう、生しらすめっちゃうまそうじゃないですか。そう、甘そうなの。新井姉さんもうなずいている。そう、そこで決めたら、とりあえずお悩み中。お、行きますか。はい、大事大事大事です。来ましたか。はい、はい、2人揃って同じやつ。いただきます。はい、いただきます。じゃあ僕もいただきます。うまそうかよ。生しらす、ジュルジュルですわ。うまジュルジュル。マシラスは醤油がいい。群れで来とる。釜揚げシラスが群れで泳いで来とる。口の中。とっても美味しいです。はい、美味しいですね、野田さん。なんかあれじゃないですか、ガンダムの、はい、タイガーゲーム。ごちそうさまでした。美味しかったです。はい、お土産物売り場を練り歩く野田さん。
のカップをお願いします。カップを、はい、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。うわ、美味しそう。すごい、なんか見た目ですでにクリーミーですね。はい、はい、おー、体が身震いしている。クリーミーですか、うまいですか、美味しそう。結構量入ってるんですね。甘い、はい。嬉しそう。アイス食べてていい、はい、あー落とす、ちょっちょ、はい、よーい、はい。